さあ 2P 側 QP 選手リーダーはテリーを選択しています。初手は誰を使ってくるでしょう。さあジェニーを出してきました。ジェニー対グリフォンはね、まあ、大体5分ぐらいだと思います。さあジェニーのしゃがみからの固め、バーククルーズだとかキャリアビーとか使った固め強力ですけどね、ただその固めに行く前にグリフォンのリーチがそう簡単にそれをさせてくれないので、さあジャンプとシートして、そこからさあ社外からシャノミディ、さあプレートメイク出して、さあ三振ジャンプと出して、さあ三振社外から NA、 さあ画面走れの固め、コーナーを固めから抜けるのはかなり難しい。さあ前方首からの超ひなげ、まだ一度と残っている、ジャンプヒットして、さあセントトタナグリフォン、さあグリフォン対ダック、ダックもなかなかねグリフォン相手は面倒くさいですからね。これさあサミー出していきますけども、さあ地上コンボヒットしてくるくる回って、さあここからビートダッシュに持っていく、セービングシフトでブルーバルに交代、さあこれでスタンコンボの恐怖が出てきます。しっかり読んでダイナマイトスイング出していた。さあテリーがお互いスキルゲージは変わりません。ワンスキル止まってます。サコロ選手しゃがみに出して飛び道具、さあ中段出していって、さあバーウェブ出していったが、デルバーに交代して乱撃を決めて残り 1.5 割くらい、生交代で交代して、さあダック、さあダックはデルバーに対しては生きるキャラなのでこれは楽しい選択と言えるでしょう。さあこれはビートラッシュを決めていきます。さあ安定の古典、さあ禁煙出していってガーキン振ってます。さあ立ち入れ出して通常投げを決めていきます。さあ TC からヘッドスピン、さあグリフォンが出てきました。さあコマ投げが通ります。 A から使って決めて残り1バット、さあヘッドスピンで突っ込んだが、さあ三振からヘッドアベリンからしっかりダイナルスまで決めて、さあ小野選手2連勝でベスト4進出です。さあ 2P が座るのはトリさん、 1P がリュウミさん、さあこれで対戦することになるのでリュウミ一気に残ることができるでしょう。リュウミさんはね毎日ねベガスに行って対戦成績を日記にモバゲーで上げているということですよね。今日の対戦成績何勝何敗、トリ1勝0敗になってしまうんでしょうか、どうなんでしょうかね。トリ4勝1敗になってしまうか。初手はベニ対クーラー、さあみんながベニ苦手っつってな、キャラ合わせてきたぞリュウミさん。さあリュウミさんいつもの笑顔がないぞ、緊張している。さあ初手はベニマル対クーラー、さあスライダーシュート暴発してしまってこれは痛い。さあ雷鳴塔で危ない大き攻めになっている。ジャンプリー、ジャンプリー、さあ真空カタドームまでガリガリ削れる、体力少ない時にこれはつらい。さあガーキャン設定を禁止して勝ったが何も出ない。さあここで巧みがめ足、さあ逆にまだクーラードットだが頑張っている。バイツがちょっと出なかったか。さあ削りは拒否って肯定したがここでクーラーが倒される。
さあ、お伝えペニマル、このカードも実はペニマルなんじゃないかと最近言われているカードでございます。真空片手軍はこのダメージ量です。さあ、トリさんのチームは、さあ、エースをちょっとミスってしまったか、ならないと判断したか。さあ、ここはたまらずセービングシフト。さあ、さあ、コンボをミスってしまったか、ここはさあできないと判断してリーチを当てていく。さあ、ゼッティをしっかり投げて、だがこれはザワザワ、はい、フェイタル KO ということで、トリさんがさあ即死コンボをやっていく。中段を前提で拒否して、ジャンプ E で拒否して、暴れをジャンプ E で買っていく。ここは一発当たれば、これはソフト3へ届かない、一発あれば即死だが有利が、これは超きつい。さあ、ウォーカーからクーナビで、さすがにバレッサーこの体力がきつい。ジャシー、え、最後は MP が引っかかって、リュウミさんが一歩取っています。さあ、このカードはさっき見た、さあ同じチームでまた先ほどの借りを返すのか、ノリさん、そうや、そうはいかねえよと、優勝者の貫禄を見せつけるのか、ユラシャさん。さあ見ていきましょう、所定はオズ、はい、所定オズ対クーラー、開幕叫びようか、3位を出していく。さあ、ユラシャさん優勝しなかったから、ちょっと気持ちが切り替わって叫び出している。さあ、プリス引っ掛けてバイツ、さあ壊しからバイツ、これでこのチームはオズが死んでしまうとかなり攻撃力が減ってしまうか、オズが死んでしまう。だがこのクーラーもかなり仕上がっているので、全然3キャラ持っていけるか、マックステッチをガチャチェッティからしっかり半額持っていく。狙い締めて、2択はバイク読んでいた。さあ、いらない締めて、これは背面しっかりカード。プリス、三振にバイツ、なんだなんだなんだ。さあ、またバイツが出て、なんだバイツだ。さあ、遠泳が当たらず、ちょっと苦しくない。毎回バイツしていた。さあ、サンディからチェーンドライブ。ユロシャさん、さっきこれやってましたよ。さあ、さあ、垂直 A を置いて、はい、出し、かなりきついでしたね。さあ、ここ今は来たかったが、バイツをジャイアで、さあ、ガーキャー切り返して、さあ、まだスタンコンボがある状態、逆バイク、さあ、禁止から反撃弾、流星ラック、デイライト、脅迫客が社会人に化けてしまった、ここで交代して、これはキムを交代したいぞ、いい生交代だ、素晴らしい生交代が出た、さあ、レシピシットからバイク、インポッシブル、コンボはなると判断したか。さあ、キューが当たって、さあ、バイツ何回切り返してた。さあ、シャラシャラシャラナローからスティフトして、ちょっとゼロ決められない、バイツやって、さあ、キャインやったか、これは社会 B から殺してる、バーキャー仕掛けていたが、ゼロ決められない。さあ、シフトして、ノリさんが優勝者を倒した。さあ、おさあ、ユーラシアは優勝者がここで敗れてしまうという展開になっています。かなり盛り上がってまいりました。ゲームオーバー。